さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の19日、19時31分、まあ今回はちょっと面白い話なんですけども、一応まあいろんな方宛てに書いてると思うんですけども、まあ過去様や、結婚話をした者たち人たち、まあ国会議員の方たちとか、まあいろんな、まあまあ多分警察官のお名前、警察官の方たちとかいろんなワード入ってると思うんですけども、まあ面白い話を聞きながら、どういうふうにハリウッドなどと関わっていたかっていうところを、まあ聞いていただいたらいいかなと思うんですけども、今回の、ゴジラ対キングコング、ゴジラ&キングコングというような、まあ本当は立場なんですけども、その日本のそのまあ代表作であるゴジラと、アメリカのまあ一部代表作であるそのキングコングという存在、まあそういったところの映画の件に関しては、そのシン・ゴジラ等も含めて、今からもだいぶ前に提案して、庵野監督とかがまあシン・ゴジラ作ってもらったりだとか、まあ内容ある程度提案して、でまあアメリカの方なんですけども、これは僕は提案したかどうかわからないんですけども、今回のゴジラ対キングコングで、キングコングのね、右腕についてるの、あれ、バンブルビーです。トランスフォーマーの、主人公と思われるロボット。ロボットとして見ると、主人公だと思われるロボット。バンブルビー。色もちゃんとバンブルビーの色になってるんですけど。あれ、本当はバンブルビーなんですよ。これね、トランスフォーマー自体、まあ僕が二十歳過ぎの頃、まあこれから先コンピューターグラフィックはすごく進化したら、まあハリウッドだったらトランスフォーマーで CG ですごい映画作れるんじゃないかっていうことはもう昔から言ってたんですよ。で、それでまあある程度の時期が来て、まあトランスフォーマーという形が、もともとアニメだったんですけども、トランスフォーマーは。それを、ああいうふうに CG の映画化をしたんですね。まあそれまでカプコンやスクエアニックスさんがバイオハザードとかファイナルファンタジーなどで、まあ CG の、映画を作ったりとかはチャレンジしてるんですよ。2005年までの間に確か作ったとは思うんですよ。で、まあその時は費用がものすごく莫大な費用がかかって、泣かず飛ばずで、会社の純利益が一気に吹き飛んだっていう、ちょっとした事件だったんですけども、そのスクエアエニックさんにしては。まあ、そんな過程があって、まあ、トランスフォーマーも、まあ、僕はちょっと関わってると言えば関わってる。まあ、ハリウッドの方とかも、大体の人は聞こえてくるんで、僕からの心の声とか、海外の方も、それに返答されたりとかされてるんで、で、まあ、いつものルートで送った SD カードの方で、まあ、ゴジラシリーズに関しては、あらかじめ前もって言ってます。その、結局、斧、前のキングコング対ゴジラで斧持たせたのも、もともと、ゴジラって最初の方の設定、確か身長40メートルぐらいだったと思うんですよ。それが50メートルになって、その後80メートルになってるんですよ。すごい昔の頃ですよ。僕は子供ぐらいの頃に。で、片やキングコングって20メートルぐらいじゃないですか。これ、身長合わせなかったら全然勝負にならないっていう話になるから、で、ゴジラ自体は、こう、硬い。で、まあ、シンゴジラの時にね、もう言ってあるんですよ。その、口からのレーザー。まあ、それをどれぐらいの威力を表現するかっていうところで、その、まあ、街中のところで大きな建物のビルあるじゃないですか。それも、見える先のところまで全部ビル貫通とか、まあ、そういうふうな、話だったんですね。だから、まあ、ゴジラの方が、まあ、どうしても強そうにこう見える、そこで結局、キングコングに、まあ、武器を持たせたと、まあ、狂気所持。まあ、ゴジラの口から出るレーザーも、狂気ですから、そこ狂気症状で。まあそこをなんとか、まあアメリカと日本の日米友好関係をしっかりしておかなきゃなんない話があるから、まあ共通の敵が出てくる設定で、まあ前回の作品があって、まあ今回の作品も絶対そうなってるはずなんですよ。まあ一応ちょっと戦う場面はありますけども、まあ基本的にそういう設定なんです。で、まあ今回は右腕についてるのはバンブルビー。気づいたら絶対笑いますから。こうガシャガシャガシャって動いて動くところが、ああ、トランスフォーマーだなっていうところがよく分かった。ああ、色もしっかりと、ああ、バンブルみたいな色が分かった。あいつも、最後の最後
正体表さない。正体表した時はそれも多分トランスフォーマーの世界にも入っていった作品に変わっていくと思います。でこれね、さすがにそれはないだろうって思うでしょ、思うでしょ、思うでしょ。実はもうハリウッドで作った後なんですよ。ガンダムとかいろんなあのアメリカの昔の、もしかしたらアメリカ以外の国も入ってるかもしれない、もうものすごく昔のアニメ漫画関係のそのまあ、今更リメイクはちょっと元々のこの形がっていうところで、あのね、その映画名忘れたんですけども、まあ、人間がそのロボットの中にこう直接乗り込むんじゃなくて、こう電子機器のこうパイロット室みたいなところがあって、そこで、そういうふうなロボットの中に乗ってるような感覚で、まあ、電波で動かすみたいな形ですね。まあ、仮想空間みたいな形だったと思います。だからそこで一回いろんなキャラクターがものすごいごちゃごちゃになってしてるんですよ。だからこれもともとあのそういうごちゃ混ぜのシリーズどこから始まったかって言ったら、ジェイソン対エルム街の悪夢のフレディっていうキャラクターを両方最後戦わせるしかないんちゃうかって。まあそれが僕は二十歳ぐらいの頃フルーツラパークで言っていて、もうその頃もう両方ともどうしようもなかったし、もうエイリアン対プレデターも同じ、もうゲームの中でそうなってたから、もうそれぐらいからもうゲームの方がちょっとこう先行していて、もうこの方向性でハリウッドもすごいの作ったらいいんじゃないかの方向で、でまあ行った方で、で結局まあリングとかね、かやこっていうのが出てくるのは何でしたっけ、よくわかんないんですよ。僕も直接しっかり見たことないですから。ただ、あんまりホラー関係って僕好きじゃないんですよ。で、そのリングとかやこに関して、まあ、サダコとかやこに関して、やっぱりその辺もいつものルートで送った SD カードで、まあ、高島選んでルートに送って、もう、かやことサダコ戦わせるしかないんちゃうかで、ね、始まった映画なんですよ。ちょっと今からもうそろそろ10年ぐらい経つんですかね。で、もうちょっとあんまり怖すぎる映画もあれやからっていうことで、その、日本ハムで、その、サダコが投げたのか、カヤコは、サダコが投げて、カヤコの弟、息子みたいなキャラクターがバターボックスに入って一塁に走っていくって。それはそれ見たらみんな笑うから。案外その貞子らしき人物がこう結構速い球投げると山なりみたいなボールをイメージしてたと思うんですけども、そこちょっと強いとこ見せとこちゃんとまっすぐなストレートある意味おおってなるんですけども、まあその後ね、走っていくところが子供がファーストに走っていくんですけども、いや子供だから遅いからまあまあそういう面白い話とかもワンセットにしてたりとかしてるんですけども、まあ今回はまあちょっとまあいろんなことがまあホームページにいろんな人のことを書き始めましたんで、よかれ悪かれ、まあやっぱり名前変えてるっていうのはこれはまずいですね。全員同じ名前で、まあ音楽業界の方もそうなんですけども、フルネームでやっぱり日本語でフルネームで名前を表記してなかったら、まあグレイとか、まあ、ビーズの皆さんがね、X よりも前にデビューしてたって知って、僕がこの間入力していって調べたら、X より先にビーズの2人の方がデビューしてるっていうのを知って、まあ、びっくりしたもんなんですけども。で、まあ、長年バンドとか、まあ、音楽業界で活動されてる人とかだったら芸能界のことがよくわかるから、次へと新しい人が出てくる。で、同姓同名の人が、重複してくるでしょうから、漢字フルネームであったとしても、やっぱり漢字表記で、ちょっとした文字の違いとかで、この人、あの人っていうところで、同姓同名、振り仮名の場合、まあそこで、判別ができるっていう形になってきますんで、まあやっぱり、今からの時代はしっかりと、漢字表記で海外に売るときだけ、まあ英語表記や、そこの国の、言語、中国だったら中国の言語に直すとか。だから結局それだから、もう日本語で最初から表記しておけばいいんですよ。その名前をアルファベットで表記しないで。ただ、
僕も何回も考えたんですけども、バンド名とかの場合はなんか暴走族みたいな名前みたいになったら困るから、そこはまあカタカナでもいいんじゃないですか、あの横文字じゃなくてでいいと思いますよ僕は、そんなに無理しなくてもっていう。まあワンピースとかももともと僕関係でスタートして、でまあ世界ナンバーワンの発行部数を目指すということで、まあ最初はあのその海賊をテーマにしてるんですけども、それはジャンプのあの会社の集英社のマークがジャンプですかね、週刊少年ジャンプのマークがあの海賊の顔を、マークにしてたんで、まあ海賊王っていうのはもともとのちょっとした話のもともとのところはそのジャンプの中で一番売れるあの漫画にするとか、まあそういうようなあの設定込みなんですよね。でそこから様子見て大きいこといきなり最初から言ってこけたら大変なことになるからそれもまだ最初のうちはね、あのだんだんこう分かっていく方っていう形で、まあ、まあまあロマンシングサガからのスクエニックさんのロマンシングサガの、4校は四魔貴族、七部会は七英雄ってその2と3の話からちょっとこう持ってきて、それね、あの4校に関してはまあ王族の人たちと、まあ、天皇家の人たち、まあ、天皇の脳のところを王とも呼んだりするじゃないですか。で、皇帝の一族、これで3人あの3つの、まあ、世界のトップは分かるんですけども、4番目は僕はちょっと分からないんですよ。もしかしたら探しはあるのかもしれませんけども、ちょっと思い浮かばない。あ、まあその辺のところで、まあうん、まあ強いキャラクターっていう設定にしてるんですよ。だから英雄の方が社会的地位を覆しちゃまたややこしい話になるからって、国の方が全くかかったら困るから連載一時停止みたいな形でなっても困るから、まあそこまででもないと思いますけどね、漫画の世界ですから。だからまあ七英雄、ただしあの漫画の設定は七英雄二人がかりであれば、じゃあ七部会、まあまあ七英雄が元ですか、まあ七部会自体が二人がかりであれば四個一人倒せるみたいな設定になってるんですよ。一応数の原理が通用する。だからこれはね、国会で三権分立で例えると、まあまあ内閣で、国会議員、そこは数で、裁判所じゃないですか。だからまあまあ数でちょっとどうにかできるっていう部分とかも付け加えておかなかったら、一人でね敵軍全滅させるような人間の話ばっかりだったらそれ持たないでしょ。ある程度そういう部分入れてなかったらストーリー的にも面白く作れないから、まあそういうような設定になってるんですけど、まあ他にも言い出したら気ないです。軍隊長の話とかもそれもどうだ革命軍やろって、いやもう革命なんか本当はしちゃあかんからっていうことで、最初からエネルギーの残存量を持った一面、これエアーで飛んでいくキャラクター、ガソリン使ってない、軍隊長、軍の隊長、わかります？自衛隊、まあ一応自衛隊含むでいいんですけども、もう僕の中では本当はね、もう自衛隊は災害救助隊って名乗った方がいいんですけども、そうすればその部分の第9条を変えなくていいから本当に国民から の, 投票のお金とまたそれで減るエネルギー、まあちゃんと他の国の軍も分かっておかなきゃダメですよっていうことで、軍事演習なくしちゃダメですよって今さ本当に本当に今時そんなもうそんな激しいデモとかまずないでしょう。だからそれ考えても戦車なんかいらないから、日本はもう当の昔にその僕はフルーツラパークぐらいの頃からもう出来上がってたかもしれませんけども、要するに1997年とか8年とかそれぐらいの頃からもうタイヤつけてるじゃないですか。一応まあ戦車の大砲を飾りか何かつけてますか。もうその頃フルーツアーパークでもね、第5世代戦闘機なんかもう作らなくていい、エネルギーの残存量問題の方が上だっていうことで、心身っていうことで展示の時にね、ちゃんと自衛隊の軍
装備品としていろんなものが並んでる中で、シンシンって言って車輪だけ置いていて作る気ないからそんなアホなことで燃料使わへんからって、そんなことして世界中の皆さん困らせないからっていう、そういうことで物事を通していて、本当に展示してたんですよ、本当に。で、そういう、昔画像だったんですけども、僕もね、ついついこうテレビに洗脳されてしまって、F35 の話で。だいぶね、僕も、昔は抵抗できてたんですよね。同じ、その、ちゃんとエネルギーの残存量問題を常日頃からこう、ちゃんと話できる人と一緒にいるときに、ちゃんと、そういう方向性ね、車輪だけ置いといたるわ。気が強いじゃない、気が強い人は意味調べた攻める人って書いてるんですよ。心が強い人、心ちゃんと軸がしっかりしてるって、こうエネルギーの残存の問題ここ大事って軍隊長の話に戻しますけども、なんか他の軍隊長とかなんかオカマのキャラクターとかね、オカマっていう言い方で本当にいいかどうかよく分かんないんですけども、普通にオカマって考えたら炊飯器とかのことじゃないですかお米を炊いたりする釜、まあ、あんまり掘り下げると、風呂釜みたいな言い方になってくるから。そりゃ食べられへんやろ。そんなもので炊いた。どんな量炊きよって。まあ、昔のお城だったらあったんちゃうかっていう話になるんですけども、たくさん一気に、ご飯炊こうと思ったら、それが風呂の釜と間違えたんじゃないですか。でふざけた人間とかそこに言われ始めた、プロってで五右衛門プロとか多分そうだと思いますよ。その当時も燃料がまず貴重だから、その石炭木炭、まあ木炭といった方が分かりやすいかもしれませんけども、まあ燃焼効率を上げて木炭に変えて木を水分をできるだけ取り除くような形で、で、高い温度ということで、まあもともと鉄を溶かしたり、まあその辺はもののけ姫のああいうタタラ場みたいな、ああいうふうなものだったんですよ。あれ踏んで、木の板を踏んで火を風を送り込んで火を強くするっていう形で燃焼効率を上げてっていう。だからもののけ姫の話は僕から言わせたら、昔の戦国時代の話はもうこの話聞き上げました、どうしましょうしましょうかついてたから、まあもういいっていう人はもうバンブルビーの話で分かったのにと、もうここから先聞かなくていいと思うんですけども、もともとね、ちょっと前の人口で、モンゴルの人たちの人口で300万人なんですよ。で、その人数で本当に、現行の乱とかできたと思います。当時はもっと人数少ないと思いますよ。その人数でね、中国大陸制覇できたと思います。言語違うところ、言語の違う世界なんて、そもそも統治なんかできないんですよ。そこの国の文字覚えて、地図とか地名とか全部覚えなきゃなんないですから。例えば、官職とか、官僚の人たちのね、職業。だから、どれくらいの位の人でどういう仕事を担っているのかって、その地方によって、その国によって違うじゃないですか、その当時。あの話、モンゴル帝国どこまで西行ったかって言った。西の方、ヨーロッパの十字軍と戦った。そんな距離絶対歩けませんって。菊水山、まあこの辺の、まあ人たち、まあ神戸市の人たちだったら、神戸電鉄乗ったことある人だったらわかると思いますけども、ちょっとね、浜の方から山の中入ったら、もう菊水山の駅を見ただけわかるじゃないですか。周り木だらけ。昔あんな状態ですよ。あんなところ歩くんですよ。歩いていくんですよ。鎧着て、刀持って、それ熊とかよ、それ、里にこう熊が降りてきた時にみんなで頑張って退治する時に人数集めて、一人で熊なんかとそんな刀持ってっても戦えないから、2メートルもあるような熊が出てきたら本当に。で、そもそも水ね、じゃあ鎧着て刀持って、まあ本当は昔滝槍だったんですけども、立派な槍を持ったとしてまあプラス水ね、特にある程度の気温の時、5キロ分ぐらいの水を、5リットルぐらいの水を持ってなかったら話になんないじゃないですか。水がだんだん減っていったら大慌てになりますよ。次どこで水分補給できるかって、井戸がどこにあるか知っておかなきゃならない。でそんな地図を何枚も持っていけるかって言ったら無理なんですよ。縮小と拡大の地図あるじゃないですか。まあ拡大で広げてでいいと思うんですけども、言ってる意味
だからどこそこの村のどこそこに井戸があってそこで給水できるとか、それそんな何万も大人数いて井戸枯れるか枯れないか考えたらって簡単に分かるでしょ。外交でどうにかしてたんですよ、話し合いで。で大体投げ出してた方なんですよ、こんな広い無理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 、投資なんか無理無理無理って。だから昔日本は天皇家という形で、まあ物事をまとめようとしてたんですよ。だけどもやっぱり物語を書いたりする人で、その小説を書く人ね、でそこそういう人たちが戦国時代とかを書き始めたんだと思いますよ。そうじゃなかったらね、あんなにしょっちゅう戦ばかりしてたら人口持つわけないですから。台風とか来ただけでもう大変なことになってますよ。河川の氾濫とかも、そういう水害昔の方がひどかったでしょうから、コンクリートで両サイドなんか固めてないじゃないですか。両サイド土くれなんかもう時間の問題だから絶対決壊するので、まあ、もののけ姫の話 に戻りますけども、多分織田信長が三段銃っていう考え方を世に打ち出したじゃないですか。それまであの鉄砲自体威力なかったんですよ。50メートル先の鎧を貫通できなかったりとか、全然大したことなかったから、その筒掃除して弾込めてって30秒以上次時短装填までかかりますって撃つのにって、雨降ったらお手上げですひなわじゅっていう状態だったんですよ。でそれで熊と戦えるかって言ったら無理だったから、だからいやもうここは数だということで、鉄砲を大量生産して、で織田信長がうまいその熊退治の方法を思いついて、ね、それで天下取った方だと思いますよ。いやだってね、源氏と平家の戦もあれもともと平家も源家も天皇家の子孫の人たちですから、ちゃんとした歴史の教科書だと瀬戸内海でイベント開いて、どちらかがね船を瀬戸内海に浮かべて矢を撃って、ちょっと揺れてるからそれを的を得て、まあどちらでもいいと思います。それまあそういう意味合いにどちらにしてもなりますか。それでその扇があったかどうかわからないですよ当時に。まあ的を撃ち落として、それでおおそれいつまでたってまたなんかその話誰が通すの。で多分面白い話とかごちゃ混ぜにしてきて、兵庫県のね、神戸市の兵庫区か長田区にその日踊り越えっていうところがあるんですけど、もしかしたら北区かもしれないですその辺ちょっとよくわからない、微妙な境界のところですから、で境界線の方ですよ。でそこで多分ね、基本的にみんな平地歩いていたから山の中はなかなか歩かなかった。で小学校の時に、まあ僕、神戸市兵庫区東山小学校っていうところ、東山町の東山小学校に通ってたんですけども、現在の名称は夢の小学校。東山町にあるのに、隣の夢の町の名前で、夢の小学校って。どうせもう夢の町か、どうぞ東山町か分からんようになるからっていう話なんですけど、まあそこの東山小学校がね、烏原の水源地からこう歩いていって、その、下って、また山の下の方に下っていくところが、まあ、日踊り越えのその下っていったところということになってるんですけども、一応人間が定期的にある程度通っているみたいで、その草がねこう生えっぱなしになって、もう通行不可の道ではないと、まあ、そういう場所みたいです。でそこから多分源の義経さんは、その頼朝さんがお兄さんじゃないですか、 弟じゃないですか行ってきてって言われてでこう何かこう道とか探しながらこう歩いていって、で多分転げ落ちただと思います、足滑らして。でそれをこうまで戦があったかのような話にして、壇の浦の合戦の話に変えたと。普通に考えてもう そこそこ体鍛えていてもね、もう鎧着てね、刀刺した状態で、あと、先行った水筒の水、5キロ分はないと不安っていう話、本当に。どうせそんな重い重量をつけてたら、もう汗だらだらありますから、もう水しょっちゅう飲みっぱなし、絶対。で、下り坂ね、
足止まらなくなるはずなんですよ。僕もあの河川水門回避式玉発電とかで河川の撮影とか山の中、歩きに行ったりして撮影してるんですけども、ものすごい急な坂とかがあって、いや、 やっぱりもう緑化作の、その水筒とかだいぶ水少なくなってるんですよ。だけどもなんとかギリギリあの踏ん張っていれば、その走り続けてわかんっていう状態になって転がっていくっていう、そこまでにはなんとかならないんですけども、あれね、だから一回テレビの番組で西洋の鎧あるじゃないですか、あれも絶対ないっていう、普通に考えたらわかるって、あんなの来ておね、あの時刀とか槍の時代だったじゃないですか。あの弓矢は絶対無理ですよ。弓矢なんて六方全書のワンカツあれで防ぐことできますから。もう野球部初心者から言わせたら、もうあれで弓矢なんか止めれるんですよ。で、正直別に六方全書なかったも、真正面から打ってきたら避けれるから、それよ、もう150キロなんか出るわけないか、いや、なんか本当にそれ避けれなかった。プロのプロ野球選手が今時高校生でも150キロ投げるのに、バッターボックスもう最初からもう投げる前からもうちょっと振り始めなきゃなんないのに150キロ以上になってきたら、でそれもうそこから避けれるんだから、いやー、なんか普通に考えて避けれるんです。じゃああんなに甲冑着て走ったって絶対スピード大したスピード出ないから、走って逃げたらしまいなんです、軽装の方が。じゃああんな装備役立たないですよ。それどころかあんな装備していてね、西洋の鎧、西洋のお城で階段でちょっと足あの関節のところ、ちょ本当にあれ曲がんのっていう話で、ちゃんと関節曲がんの引っかかった時に足上がんなくて階段でつまらった時倒れるでしょ、倒れるでしょ。腕の関節があれもし中途半端ちょっとしか曲がらなかったとしたらね、起き上がれるかって言ったら起き上がれないでしょ。それがからっきしの話で、あんなもん来てない、ガラの騎士からっきし、助けてって言わなきゃなんないです。最悪あれ鎧正面から見た時に止めるところ、真正面のところから見えてます、あれ横ですかね、わかんないんですよ。これ後ろで止めるんだったら自分で脱げなくなるでしょ。夏場あんなん刺されて、そう保証とかで立たされた見張り役のこと保証って言うんですけど、保険とかの保証じゃないですよ。ある意味ちょっと言葉近いんですけども、まあその偉い人の保証用のための保証、歩くの方の方と証っていう感じは、まあ証改定とかの証のはずなんですけども、もうそれでいいと思います。でその保証がね、こうカンカンデリの日に、カンカンデリの日に、関東民の役人の行政に外立たされて、あ、暑いどころで済まないですよ、金属だから火傷しますって、絶対十分言いますよ。あいつあんな外で、あの話信じよう。まさかの自爆後本当に焼けるから、本当に焼けるからやめとけって言って、物書きの方の上司と信じてしてしまう。言語違うからもうみんな諦めてるの。もう我々はここの辺の一族で、ここからここまでもうこういうことにしてますからっていうことで、まあ、そういうような話だと思いますよ。そうじゃなかったら、そのまずそのモンゴルの現行の乱の話までもっと分かりますが、高近代の年代で人口300万人なのに、昔もっと少ないに決まってるじゃないですか。それをそのに中国大陸戦地震の赤十字軍じゃあ十字軍、赤十字軍じゃあ十字軍と戦う。もう今ちょっと右目がちょっと涙出てきました。もうこれ日本人が言い出した話だ、どうします。現行の乱の話も日本まで攻めてきてるでしょ多分ね。あの多分モンゴルの人が頑張っていろいろ、まあ朝鮮半島の国、まあその当時も僕も朝鮮半島のその
戦国時代のことよくわからないから、国が3つだったのかいくつだったのか、その当時その当時もわかんないですから、いろんな国を通ってなんとか日本を目指して外交する人、まあ昔遣唐使のような人が来たと思うんですよ。だけども、多分たどり着けなかったと思うんですよ。でそれで向こうの人は怪しい人だっていうことで捕まえてないとか殺してないっていうことで、で物書きの台風が来たことです。それも戦になって、普通に考えたら分かりますから、その何十万人ものね、船の乗る船と食料、冷蔵庫なんかないんですよ、その当時。多分それ途中で魚釣って食料補給してませんでした、その当時。多分本当にそれしなかったら無理でしょう、腐るから、冷蔵庫はないから。で、ご飯に関しては、米に関しては引き付けはある程度持つでしょうけども、雨降ったら終わりだから、まあ、そのあたりは小屋に置いておけばいいんでしょうけども、火を起こして米炊くじゃないですか。いや、かまど付きの木製の金属はその当時からあったから、もしかしたらかまどの周りのところが金属にしてたかもしれないですよ。だけども、どう考えても、まあ、頬を張った帆船にしても何にしても、これ実験でね、まあ、この人たち、多分食料途中でテレビカメラに映ってない時に食料もらってればっていうのも丸分かりなんですけど、こう、カヌーを大きくしたような船をね、2艘くっつけて、そこに頬を張ってみたいな、どこにも食料見えないんですよ。で、それで日本まで行くっていう、その設定でね。で、途中で、なんかこう、なんかね、こう太陽の方をこう指さして、なんかこういうふうな90度の角度を作って、で、自分たちの位置、方角とかを確認してるっていうことなんですけども、一回嵐来たらもう終わり。サポートしてる船は絶対いるはずですよ。そうじゃなかったら、船に食料見当たらないから、水も見当たらないから、あ、ちょっと撮影やめてって、水分補給って多分してるはずだから。水筒も見当たらない。だからミスも考えたら、それ、ものすごく難しいから、その何万ものね、軍勢連れて、行くわけがないはずなんですよ、その当時。どう考えても。だって、斧で木切るところから、ね、その、カンナとかで削って、まあ、ノコギリある程度寸法合わせて、寸法ちょっと狂っただけで、もう、ね、もう、船作れないんですから。そんな何万人も乗るような船作って、ついでに騎馬隊が欲しい。馬乗せる。馬を飯食え言います。食わせろって。水飲ませろって。船の中で餌あって。馬が暴れますよ。絶対戦争しに行った話、嘘。どう考えても。そんな急にキリキリに言って。めっちゃくちゃたくさん切らなきゃならないです。それまた運んできて加工しなきゃならないですよ。何年がかりだと思います。で、一応ね、ホームページ淡井圭介の履歴の97番のところに、その、今までのね、地震で死者が出た地震に関しての記録を、まあ、もう1500年ぐらい前のところから、だいたい、まあ1300年ぐらいかもしれませんけれども、それ前の時代から、の記録全部そこにつけてるんですけども、多い時死者、まあ関東大震災もそうですけども、それ以外の大地震とかでも10万人超える死者が出てるところは出てるんですよ。で、何万っていう数も結構そこそこあって、数千人っていう死者が出てるのも結構あるっていうことは、怪我人の数はもっと膨大にいらっしゃると、方たちもと。で、そういうような状況の中でね、船なんか作っていったら怒られるに決まってるでしょ。そんなことよりさっき言えやろって言う、今とあんまり変わんない、本当。今でも謎、熊本の大地震でなぜ熊本城を保証してるのかって、ちょちょ、そんなもんもう一番最後でいいって、他さっき家作らなかって、行政の人間本当頭悪いでしょ。大体大卒の人間上の方行ってるから、社会のこと分かんなくなってるから、あんな身勝手なことしてるんですよ。一応僕からの声掛けで、一応最初待ったかかるんですよ。気がついたら。熊本の補修工事が始まって。もう僕、阪神淡路大震災の話めちゃくちゃ怒りましたから。ウィングスタジアム神戸の建築。1995年ですよ。阪神淡路大震災があったの。
神戸市西区に総合運動公園に3万9000人ほどの席数のあるものすごい立派で綺麗な電光掲示板も絶対ありましたよ。すごい立派なスタジアムあったんですよ。それあるの今でもありますよ。あるのに阪神淡路大震災の後全壊した家屋を解体しないでほったらかしにしておいて、僕の住んでいた東山高校、神戸市兵庫区東山町4丁目16の18、そこが一番最後、マンションとかビル関係のところで一番最後に解体されたの。まあ大体6階以上の、まあまあ5階以上の高さの、まあ公営住宅や分譲マンション全ての中で、そこが一番最後、解体始まったのが2004年ぐらい。その間に西坂、ウニングスタジアム神戸。作ったのが笹山市長、神戸市長なのに名前が笹山。僕はフルーツラパークで働いていた後です。笹山市が出来上がったの。軍と軍をくっつけて笹山市って名乗り始めたんです。で株式会社、神戸ワイン、神戸市立ホテルフルーツフラワーパークのね、そこのもともと社長してた人で、本当は、その当時の頃はまだ神戸市立ホテルフルーツフラワーパークはできたかできてないかの頃、阪神淡路大震災の数年前にはオープンしてるんですけども、もともとは西区の神戸ワイン場が先に出来上がってます。僕は小学生の頃には確実にもう存在してましたから。で、街づくり課の出身なんですよ。笹山さんっていう人もう亡くなったことになってますけども、多分本当に亡くなってると思います、年齢考えた時に。だからその街づくり課とか建設業界から出てきた人間って本当に何も分かってない社会の実情、何をその時にしなきゃならないのかっていうところ、まあちょっと急に真面目な話が混ざってきたので面白い話じゃなくなってしまって申し訳ないんですけども、だいぶその1997年8年ぐらいからそのフルーツラパークで勤務して、国王室の人たちとかその当時の、大臣の方たちとかとお会いして、その後東京都知事になる石原慎太郎さんとか、いろんな人たちとお会いして、もう火山もうとんでもない風ですよ。もうそれこそもう淡井圭介と会って話をして、大臣以上になった人って多分50人以上いらっしゃると思うんですよ。でそれ以外でもその知事とか、そのもともと河川水門解析ダム発電用のために、それプラス地下水流トンネル発電なんですけども、この辺りの河川の撮影しに行った時に井戸を見つけたんですよ。河川の横に、八田川っていう河川のところですね。向こう側辺のところにあります八田川で、そこでね、井戸見つけて兵庫県知事が井戸さんになったんですよ。昔は井戸で水を、飲んでいましたって。上流まで撮影しに行ったら分かりますから、向こう側のあんまり水きれいじゃないなって、これ直接飲むのはちょっとなって、それ分かりますから、あ、やっぱりこれ井戸やわっていうこと。だからその昔の戦の話に関しても大人数が移動して、であと井戸の水が枯れたりしたらどうするのかっていう、その雨が降って地面の中は貯水槽になっていて井戸の水でしたから、そこは八田川の横は河川の水がろ過されての井戸だと思うんですよ。だから、どう考えても昔の、戦国時代の話は嘘だと思います。だからその話でね、だから物のけ姫の話でだいぶややこしくなってるんです。三段銃、タタラ場の人たちで頑張って銃作って大きなイノシシとか、これね、日本で捕獲されたイノシシで一番大きいものが、本当かどうかよく分かんないんですけども、長さが、2メートルほどあるイノシシ、2メートル50センチあったかもしれないです。ものすごく大きかったです。だからその重量がね、250キロっていう重量は、ちょっとそれはどうなんだろうっては思うんですけども、ワニとかクマとかでもものすごく大きいのがたまにその長年成長して、大きくなった例とかは、事実としてあるわけで、実際2メートルなり2メートル50センチのイノシシがいても全然おかしくないなと。大きな犬で、2メートルぐらいありますから、そのオオカミはもっと大きかったと思います。オオカミまで来るともう大人になったら方々も2メートル超えだったと思うんですよ。だから
その狼も脅威でしたから、だから相撲の毛に、ね、そこの上に人が乗って降りてきた昔の手塚治虫先生とか何でしたっけ、あのレオっていう、あの白いライオンの、あと何かこう獣の上に人間がまたがってっていう関係のアニメか漫画あったじゃないですか。多分そこからの流れでできてるんだと思うんですけども、普通にその織田信長のさっきの三段銃の考え方で熊太地のことを考えると、他にも本当は大きな、狼とかも脅威であったと。イノシシで、まあ大量生産をしてみんなでちゃんと山狩りに行こうって、その神戸市兵庫区の港側も熊野橋っていう橋があって、昔は多分その辺りも熊出没したと思うんですよ。だからその人間が熊をこうしっかりと追い返していって、これ銃がなくなったらその熊の半島が結局、広がっていくんじゃないかっていう話だったんですけどね。だからそれでまあ僕は子供の頃はああいうような流れ星銀河っていう熊犬があの主人公の漫画があったと。その内容を見ないで言葉で説明されたら何もまだ知らない人は聞いたアホやなその漫画って思われると思うんですけど、犬が日本中仲間を探しに行って軍隊に行き連れて王府の総大将東北の方です。その赤兜っていうその大きな熊と戦いに行って、まあ熊は熊で軍団作ってるんですけど、いやまあ真面目に言うならそれなりにちゃんと面白いんですよ。面白いんですけど、あんまり先にこの話聞いたまあ笑ってしまうときは笑ってしまうと思いますよ。ガンダムシードでも笑ってしまうとき笑ってしまいますから、気づく人は気づきますから、あれわざとしますからね。あの例えばあの宇宙要塞ヤキンドゥエっていう名前、あれ日本語と英語混ぜてるんです。ヤキンドゥドゥエっていうその宇宙空間だから、これ元々の話はね、その宇宙パイロットの人たちの長時間労働の手当とか、いつからが深夜手当でいつが早朝手当日本時間に合わせてっていうことになってます。これちゃんと国会でそれ記者会見とかで発表してるんですよ、言ってるの。映像まあどんな検索ワードで出てくるのかも忘れましたけども、さちゃんと昔言ってるんですよ、その辺ややこしくならないよ。日本時間に合わせてその時間帯がっていうことなんですよ。でまあその辺のところでね、まあ、まさかガンダム関係でふざけてる内容は入れてないやろって思っていた気づかないだけで、本当夜勤ドゥエっていう、本当はみんな夜勤嫌がるから最後はハテナマークがつく。いや他にもいっぱいあるんですよ。だまあガンダムシードに関してはフリーダムの話何回もしますけども、自由にダム作らせろと。その河川水門開閉式ダム発電、地下水トンネル発電に関しては、まあ各都道府県知事の許可だったり、河川に関しては河川の中に設置するには河川法の定めによってその知事市長に、許可をもらわなければならないと、まあ、こういうような形になってるんですよ。まあ、それでフリーダムっていう名前になったんです。やっとファンネルがついたかって。本当はまあニューガンダムでついてるんですけども、なぜかガンダムシリーズって主人公の機体になかなかファンネルがつかない。ファンネルがその最初に装備されたのがまあ連邦の敵対側で、その初代ガンダムもね、ギレンザビっていう人がいたじゃないですか、そのジオンの本当のそのボスキャラクターって言ったらいいんですかね。ギレンって議員連盟なんですよ。ギレンの野望でこの題名でやっと気づくやろうとか最初から気づいている人は気づいてるからって、それギレンって議員連盟一人の人間に全ての責任を背負わす話と、議員連盟で逃げ場をなくす話と
どうするオリンピック開いた時とかそういう話でね。もともとはそうだったらしいですよ。噂によると。もう今、この辺のところはもうみんなの怒りの税金、消費税アップしていった怒りの矛先にオリンピックとか絶対万博カジノ IR 法ですから。あの余計なもの作らなかったら、あとまあオリンピックも開くにしてもスタジアムを一切作らないで老朽化したスタジアムは解体して、まあ、あとその後は余計なものを建てない一切。まあまあ最近もこのホームページで、日本全国のいろんな箇所のところでショッピングモール、ここは閉鎖になりました、あそこは閉鎖になりましたっていうような、まあ、あの人口はずっと縮小してるんですから、今さらショッピングモールを作ること自体に意味がないんですよ。大抵スーパーマーケットだけでこと足りますから。もう本当は昔からそうですよ。もう僕が生まれた時からそうですから。もう一人以上作るもんないって言ってるのに作って、すぐに勝手に倒産していくんですよ。破産法を通してきてみんなを困らせるっていう。それで今まであなたたち社長とか言って高級車乗り回したんですかって、どっちが偉いかよく分かったでしょって、大卒の方が頭悪いって。まあこれぐらい言っておかなかったらね、あの高卒の人間が、でそこは数高卒三権分立と数でね、まとまって対応するっていう形ですね。まあそのワンピースの話も言い出したらキリがないんで、もうこれぐらいにしておきます。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあよかったらチャンネル登録と、着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の人に聞いていただいたら、着信通知の設定の仕方がわかります。で、教えてもらった時もメモしておいた方がいいですよ。僕ももう頭の中でもう記憶置いてないですか、着信通知の設定の仕方。一応それわかっていたら、例えば、好きなバンドとか の着信通知とかの設定をしておけば、その人たちがアップロードした動画とかそういったものが、通知が来ますんでね、まあ、それで分かるっていうその便利さっていうものがありますんで、ね、一応置いてもらって、まあ、損はないと思います。基本的に YouTube は無料ですから、まあ、1000円払うかどうかはというところですね。一応払えば聴ける曲とかがっていう部分はありますね。今チャンネル登録者数の方が約520名ほどで、まあちょっと前、500名突破しました。動画の再生時間はまだ900時間には達してないですけども、まあもうそろそろというところですね。今月中にまあ動画の再生時間が900時間を突破するんじゃないかなっていうところですね。まあライブができるようになったらまたいろんなことがニュースについて言えると思うんですけども、昨日の報道ステーション、まあサタデーステーションですけども、ニュース丸々全部以前のものです。完全に全てそれをさも今日起きたかのように放送していた。これね、そのスタジオにいる人たち自体も以前の放送のそのままの可能性もあるんじゃないかなって正直思ってます。わからないですよ。その映像だけ以前のものを使用していて、で、スタジオで一応生放送で喋っているのかもしれないですけども、言ってること同じですから。あと天皇誕生日の時の天気予報も雨っていうその仕組み自体が分かったら、まあ、多分雨だろうなってなんとなく分かりますから、今までのパターン考えたら。だからまあそこいの例の時もそうですけども、雨降ってたじゃないですか。現場にまあ僕がいたら多分雨降ってなかったと思いますよ。もうそういう仕組みですから。まあ、それは僕がアップロードしてるホームページ淡井圭介の劇の一番のところから、まあ、2月10日前後にアップロードした内容で、佳子様や結婚話をした、した人たちと国会議員の方たちへとかいろいろ書いてる、その1,2,3,4,5,6,7 まで、もう今は8までアップロードしたかな、そのうちの5、6、7あたり、その辺のところで、
こう喋ってる時に外の天気はどうなってるのか、その時間をこういうふうに一回一回見ながらしてるんで、あと外の景色撮影しながらで、でこういうような話をしたら、ほら雨降ったっていう形でね、それが実情ですから。またこの話したらね、頭の中ごっそり持っていかれてますね。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録や身の回りの人に見てもらえるように進めていただけるよろしくお願いいたします。ライブでいろいろ言った方が多分いいと思います。そうじゃなかったらあんなテレビの放送見たら頭の中はね、ちょっとよく分かんないんですよ。なぜ昔のニュースがさも今起きたかのように放送しているのか、全く理由が分かんない。でもうメンバーをコロ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 変えてるでしょ、アナウンサーの人たちを。っていうことは、そのなぜそれを放送してるのかの理由を知ってる人間がいなくなるまで待ってるのか、聞かれた時だけ返答すればいいみたいな形で、なんとなくまあ国の法律の作り方と似てるんですよ。国会議員の人たちは基本的に年配の人たちが上の方行くじゃないですか。ある程度、まあ、政務官とか、副大臣、大臣、経験して、それから、いろんな大臣を経験してから、基本的に総理ですから、ある程度の年齢になると。で、その、責任者とか、その当時作った法律の人たちが、この世からいなくなってるだとか、もう、その責任能力を問えるような、状態じゃないところまで来て、で、物事が行われてますから、まあ、オリンピックだったら、東京都政六法の方の、条例で2006年に作られてますから、まあまあ、お手上げですね。もともと作った人たちが責任追及されないような形で逃げて作られてるか、後の世代が大変になる。だから、ある程度の年齢の人たちまでで、党を組んでもらわなかったら、絶対無理であると。こういうことになるんですよ。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。